社会人って年収いくらだと思う？社会人って聞いてパーッと頭に浮かんだ年収を答えて欲しかったアンケートだ。 2.4 万票ありがとう。投票結果はこちら。200万から400万が過半数の 57%。 みんな社会人って年収300万くらいって思ってるってこと。これ社会人だけじゃなくて学生さんとかも答えてくれてるから、社会人って年収300万くらいっしょって思ってる人が多いってことだよね。複雑。しかも年収300万って手取りだと240万くらいだから、月収20万円でボーナスなしレベルの給料だ。複雑。僕37歳営業職サラリーマンなんだけど、年収370万で手取り300万くらいです。一人暮らしで家賃3万円のボロアパートに住んでるんだけど、大家さんごめんね、クソボロアパートに住んでるんだけど、毎月の給料が手取り22万3000円で家賃3万円、食費とか光熱費とか趣味に使うお金とか友達と遊ぶ金あるけど、全然お金貯まります。正直毎日 Uber Eats でご飯注文する芸能人みたいなことしても余裕ある暮らしができます。なんで今このポーズを取ったのかは知りません。ここに引っ越して3年経つけど、前の家賃が4万4千円、今の家賃が3万円だから毎月1万4千円分浮いてるわけ。この固定費の削減って半永久的に節約できるから参考にしてね。